スプリングとバラム落ち幼稚園4にて、ピック豚乙女でやっていきます。はい。でピックなんですけれども、個人的にハグの次に思い入れがあるキラーなんですが、彼女も結構活もなくなったらやばいかなのうちの一人なんですよね。まあ、一応この奇襲というね、板ぐる拒否の技があるので、それをうまく使って、渇望なき世界をなんとかしていきたいなというのが今日の動画でございますので、パークの方はめちゃくちゃ普通です。今回は不思議破滅で来ました。生放送の時不死破滅使わないようにしてたのは、まあ不死破滅自体が超運ゲー要素でかくて、残らなかったらパーク2個枠減っちゃうけど、残ったらむちゃくちゃ強いっていうね、それ自体が運ゲー要素がでかすぎるのでちょっと外してたんですけれども、まあ今日は普通につけていきます。んでまやかしなんかいっぱい使わなあかん、アーカイブやってるのとポイントが欲しいのでバベチリって感じで、そして今日はこの奇襲を無駄に決めていくので奇襲特化構成にしてます。よしよしよし、これでかい。この板を食らい倒しできたのはでかい。こうまやかしてで芯を消してどっか行ったと見せかけ不死、やった。俺の不死だけ先に壊れる現象今日は起きなかった。なんか2人でやってたから槍に戻ってくるかなと思ったんやけど、芯を消したらちょっと予想が外れました。はい。どっか行ったな。まあそんなに回ってなかったからやろうな。はい。でこの奇襲特化構成がしゃがむのが速くなって奇襲のため時間がわずかに速くなると書いてるけど 50% 速くなるデモゴルゴンのアドオンと同じわずかに減少する。反応速かった。よし。おその板倒しはでこの板使わない。ちょっとこのケイト狙い気味になるかもしれんちょっとテイスの仕方的にちょっとテイスは苦手かなという人は先に狙うっていうのはね定石になってしまうので、あそこでね食らった後に降りて板倒してしまったのはちょっとその辺でちょっと判断する。おじゃあはいでまあ普通に一発殴れるかな。とりあえずどうしよう、来てない。こういう時もさ頭に後ろ向いて来てるかどうか確認しつつ追うみたいなのをやってると見失ったりするから気をつけましょう。ないけどこれはちょっと話したいね。せっかく破滅残ってるから奇襲あらき OK 今ちょっと賭けやけど今のタイミングの奇襲は板倒されたら終わるしやけど当たってよかった。これまやかす、はい、で板使わざるを得なくてよしよしこの割と早く板倒せたんで小板こんだけ消費させられるのはやっぱりまやかす強いなって思うよな。あこれ使わない、そっちか。ちょっと奇襲してみます。あダメでしたやっぱ板側から奇襲するのが定石やん、ね、あよかった。おお今ちょっと蹴るふりむちゃくちゃ甘かってんけどかかってくれた足ではよかった板前でちょっと止まるどころか板の方ちょっと向いただけぐらいやったけどあでもかかってくれてよかったよかった。よしでバベチリで見ていないな。結構ね最近バベチリ回避サバイバーあんまりしないよなってガンマするよねっていうイメージだったんで誰か映るかなと思ったけどおるわ。ここ閉じて、んで、ああ、はいはい、ちょっとケイトは普通に追わせてもらって、そこの板使う。あっしゃしゃしゃ、届いた。よかった。俺ね結構強いのよ。なんだろう、板グルで視線切って見えないところでちょっとしゃがむってやつ。今サボタージュっていうか、フック壊そうとしたんでしゃがみフェイントなんやけど、ちょっとこの人はあっ、そっち、ここちょっと90決めよう。飛ぶ。あっ、戻って届いた。今窓越えた後戻るかなと思ってんけど、で戻っても多分間に合ってた。でこっち行っても間に合ってた。奇襲結構早いからね。奇襲の特性がね、このしゃがみアドオンつけてるからか知らんけど、まずしゃがむと1秒ぐらいで、あれ、はい、1秒ぐらいでステインは消えるのよ。で5秒ぐらいかけてゆっくり心音は消えていくのよ。ただステインは1秒で消えるので、板ぐる中にピュッてしゃがむと、ああそうか、ではやった簡易ゴスフェみたいな感じにできるんですよね。なんで結構ゴーストフェイスは能力発動中ね、探知不可なのでステイン消えるんですけど、ピックの場合は完全に探知不可になる。心音が消えるのは5秒かかるけど、ステインだけはね1秒ぐらいでピュッて消えるんですよ。また参考動画をちょっと撮っとこうかなと思いますが、なので板ぐる中にピュッてしゃがんでみると、ステイン隠しになる。これちょっとそこ、はい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 、心音聞かせてしゃがむといったような感じに見せられる。今掴んだと思ったのにな、せっかくせっかく掴んだと思ったんやけど、キャンセルされてしまったな。まあでも殴れてよかった。あれで殴れない時あるからね、あれ一番腹立つよな、うん、はいな、ダメか。あ、でも間に合うわ。よし。ちょっとね、奇襲をできるだけ決めていきたいので、若干無理に使ってるとこあるけど、今もちょっと使い方はあんま良くなかったかもしれない。で、無駄にまやかして、ちょっとアーカイブの進捗を進めて、はい。で、バベチリ。そろそろケイトやりたい。おじいちゃん。それは見えてる。それで、どこ行く？そっちは板使ってて、小屋も板使ってるから、こっちがどんどん逃げる場所がなくなってきてると思う。発電機はあんまないんやけど。あ、ここか。この家の上は板が残ってる。あ、ラッキー、オッケー。かかってくれた。今のはしゃがむ必要なかったかな、別に。よし。今のはちょっとおじいちゃん焦ったな。もうちょっとしっかり待っても。俺も焦ったわ。だってつけてなかったヘッドギア。よいしょ。あ、でもここ板割ってヘッドギアつけて改めて釣ることでバベチリを見てすぐに動ける。結果的には良かったんじゃないか。おった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 。あ、しかもあれケイトっぽいシルエット、多分これでケイトラストやからちょっとやっちゃいたいな。ケイト猫っぽかったしやん。発電機を右端に捉えるぐらいでいっとくとよし。そうそうね、猫対策は発電機を画面の右端に捉えるぐらいの感じで迫ると猫対策になるんですよね。んで、KT。ちょっと軽めのフェイントで。あっしゃ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 。戻らなかったね。よいしょ。よし、これでケイト終わり。もうちょっと奇襲決めたいけどな。どうにか決まらんかな。まあ、ちょこちょこと決められてるとは思うけど、あ、ちなみに奇襲縛りはあんまやりたくないんですよね。奇襲縛りにしたらさ、もうそれ奇襲じゃないよね。奇襲が通常攻撃やん。ね、ちょっとため時間のあって、ある、なんか通常攻撃になって、ビクトル君みたいになってもらうから、新キラーの。そうじゃないんだよ。これ、ガッよし。ダッシュ系パークなしかな。今のね、何気に、スプバンを履かれてたとしても追いついてたかもしれない。スプバよりね、奇襲のマックススピードの方が速いのよね。若干。なので、今の距離感やったら多分ね、スプバン履かれても追いつかれたんじゃないかなと思うんで、何気に奇襲してよかったような気がする。あれ？二人見え、あ、二人とも向こうか。どっちをかな？おじいちゃんを追うと見せかけてじゃない、普通に見失ったおじいちゃん。まあいいや、ここまやかして、はい。んで、ほい、ほい。あ、もう動いてか。まやかしてる。よし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 。まやかし見えなかった。あー、また板あるな。ちょっと、ああ、ナイス。どうしよう。あれか、これはちょっとでかいな。この板は強いわ。無理や。奇襲でなんとかしようっていうのは。まあ、追っちゃおう。こっち側もう板ないからね。で、残り2人で発電機残り3台。まあまあまあ。よし、かかった。このメグちょっとうまそうやったので、今のは窓越えてくる読み、あ、ちょっとこの板強いな。無理かな。蹴る振りかも無理やな。これは蹴ります。ただちょっとこうちょっとこっちに寄せてから蹴ると OKOKOK。 これであんまり距離を離させずに、はい。で、これで、はい。これでくる。おしゃ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 。いや、楽しい。こういうのなんですよね。トホーニの、醍醐味を感じるんすよね。トホーニの練習には、本当はね、一番最初にピックを、そこおるな。破滅が、の煙が立ってた。そう、ピックを進めたかったんですけど、まあ、この子課金キャラで会うっていうこととで、課金してまで得るパークかっていうの、いや強いねんけどね、天秤と監視は普通に強いパークだけど、まやかしポイント貯めますんで、そう普通に強いキラーなんだけど、いいキラーなんだけど課金だし、パークが必須級ってわけでもないのでっていうこと、初期から使えるレイス君を初心者動画とかにも採用してるんですけどね。僕はハグから始めて、その後トホーニの基本はこの子で学んだんで、思い入れ的にはこっちの方が実は強いんですよね。なんで、トホーニやるんであればぜひピックをやってほしいと個人的には出られた思います。はい、固有の方になかったね。最近あそこに偏ってるって感じもせえへんけど、なんで、ぜひともピーク使ってみてください。奇襲うまく頑張って使えれば活動なくなっても、まだなんとかなるキラーではある気はするが、やっぱちょっと活動欲しいな。という感じでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。